アルグス・アズ・レイチ・オンは第二次世界大戦におけるドイツの V1 飛行爆弾で使用された世界初の量産されたパルスジェットエンジンでもある。アルグス・アズ・レイチ・オンの原型はミュンヘンの発明家であるポール・シュミットが新しい設計のパルスジェットエンジンの開発を始めたことに遡る。シュミットは1931年に彼の設計の特許を取得して1933年に ドイツ航空省の支援を受けた。1934年、ゲオルク・マデラン教授により、シュミットは彼のパルスジェットを軍用の飛行爆弾の動力とする提案を受け、開発契約を交わした。1938年、彼はパルスジェットを動力とする無人爆撃機の実演を行ったが、航空省は試作機の航続距離と精度に不満があり、 製造費用が高すぎるとした。しかしながら、同年、アルグス社は、シュミットのエンジンを使用した、飛行爆弾の開発作業を開始した。シュミットは後に1940年に、アルグス社に加わった。第二次世界大戦末に、過重として、アズレイ14の製造権が日本に渡され、アメリカ合衆国で調査され、フォード PJ31 として、 リパブリックフォード JB-2 巡航ミサイルとアメリカ空軍の JB-4 テレビ誘導爆弾の実験機用の動力として生産された。パルスジェットの模式図この機種は構造が単純で廉価でエンジンは難航を環状に丸めて製造された。エンジン全部はバネによるフラップマイナスバルブグリッド燃料供給弁と点火装置が備えられていた。 低品質のガソリンでも作動し、シャッターシステムは1回限りで約1時間の飛行時間以上の運転は期待されなかった。エンジンは V-1 が地上から発射可能だったので幅広く使用された。シャッターシステムから2.5フィートの位置にガソリンエンジン用の放電式点火線があり、指導は下半式指導装置から供給される電力を点火線に供給する。 三個の空気ノズルがパルスジェットの前方にあり、エンジンの始動に使用される外部の高圧空気源に接続される。始動用の燃料にはアセチレンが使用され、点火が完了するまで排気口からの空気の流入を防ぐようにベニヤ板や類似の素材がテールパイプの末端に設置された。サイエンスミュージアムで展示される a s 0 1エンジンの一部一度、エンジンが始動して、 最低運転温度に達すれば、外部からの空気ホースを外しても、テールパイプで起こる発進によって、パルスジェット燃焼を維持する設計である。それぞれのサイクル、または、パルスはシャッターが開くと始まる。燃料はその時に噴射されて電化され、その結果、ガスが膨張して強制的にシャッターが閉じる。燃焼に伴いエンジン内の圧力が放出されると、シャッターが再度開いて、 サイクルが繰り返され、毎秒およそ45から55回の周期で繰り返される。電気的な点火装置はエンジンの始動時のみに使用され、発射後の V-1 は点火線のための点火コイルやマグネトを傾向する必要はない。簡易な構造で低品質のガソリンでも使用でき、良好な水力 2.7kN を生じたが、低効率だったので、 V-1 の射程距離は150-250マイルに制限された。この燃焼工程による共鳴周波数はおよそ 45Hz で発する断続的な騒音により V-1 はバズボムまたはデュデルバグというあだ名が付けられた。試作エンジンは http://tans45.tripod.com/.jts45/. ストリーズスラッシュ GO145 スラッシュ GOTHH45 ド h t m ム空軍の服用練習機である。コタ545の元に備えられて、DFWS という分類名称で1941年4月に試験され、そして最初の V-1 試作機は1942年12月24日に初飛行した。アズレ h 四と同様に、 より高水力のアズレイニ2 4パルスジェットエンジンも第二次世界大戦の末期の多様な機体に向けて生産され、累計3万1100機が生産された。第二次世界大戦後、アズレイ14はアメリカ合衆国により分解調査、複製されフォード PJ31 として、リパブリックフォード JB-2 とソビエト連邦で、 ジェラミー D-3 として 10KH で使用された。カリフォルニア州チノの飛行機の電動博物館で、アズレイチ4が復元された。このエンジンは2010年のショーで実演された。報告によると2005年に、原型の弁装置により完全に運転できる状態に、復元された。エンジンはトレーラーに乗せた状態で2009年の航空電動ショーで運転され、 トレーラーと牽引用のトラックを約30マイルパーアワーの速度で押した。V-1 飛行爆弾は、ロンドンのサイエンスミュージアムで、アズレイチオンエンジンの断面が展示されたの、博物館では V-1 を完全な状態で展示する。アズレイチオンを搭載した状態の露飼された主翼の、ナイファイ 103R 一般的特性構成要素、性能を。ありがとうございます。